話をしてんだよ。じゃあコメントに流れてるんだよ。あ、いや、メガネかけてみて、メガネの話をしてんだよ。自己物件に登録されてるから、なんかなんでメガネの話なんで自己物件。コメントに流れてる自己物件って。これ自己物件なの。いや、なんか勝手に、ね、あれじゃないかな、大島県に登録されてるんで、この自己物件で、うん、だそれリスナーが登録したんじゃないの、それ、うん、ね、それでなんか誰でも登録できる。じゃあ聞いた、借りる前に自己物件ですかって聞いた方がいいよ。あれね、あの言う権利は、あの言う義務はないんだって。そう、言う義務はない。その不動産が、じゃあ例えば野田に貸しますよとなって、これが自己物件ですって聞かれたら言わなくちゃいけないけど、聞かないと言わないんだって。じゃあダメじゃん。聞かなかったの。じゃあここは、ね、あ、じゃあワンちゃんこれ自己物件かもしれない。だってワンちゃん違うよ。そうだね、だって池袋で8万円は安すぎでしょ。だって8万だもん、池袋で8万円だからね、家賃。これはだってワンチャン事故物件の可能性ありますよ。事故物件10万ぐらい行ってもいいと思うよ。これここがあったら10万弱ぐらいはあったら言う義務はないから。教えないでしょ、聞いても。いやいや、聞いたら、あの、分かんないときに。いやだ、だそこをだから、あのねえ、風通らないゴミだと思うね。審査これだから誰でも住むだろうみたいな、あれ幽霊だろう、本当に幽霊があるだろうね。カズ軍曹が心霊トネツで手が映ってたよ。怖っ。俺も前の前の家で、なんか後ろの窓に、扉に人の顔が映ってたけど、ああいう、いや、あれはなんか違うんじゃないの。あれ光の加減でしょ、光の加減かなんかでしょ。あれ大抵光の加減だよ。まあ心霊さんでも光の加減だから、全部大体、うん、光の屈折でああいう風に見えるだけで、うん、ああ疲れたねえ、疲れてるの。段ボールひっくり返してたんだよねえ。大福探すために冷蔵庫の下に隠れてたの。下、冷蔵庫下にいた、隠れてたの。そう、大福が冷蔵庫の下、低いから入れないかなと思ったら入ってたのがある。もうそこしかいないと思った。そこ、うん、他も探していなかった。ずっと段ボールの中を探してたの。だから冷蔵庫の下に隠れてたの。さっき寝てた、寝てなかったの、起きてた一応。今日あんまり寝てないね。うわー、あーウォーキングだとね、22時から。あ、そう、月曜日か、今日何曜日。え、今日月曜じゃない。ウォーキングだとね、22時からフォックスチャンネル。ジャンプある、ジャンプ、鬼滅の刃でしょ。本当に、柱全員死んだの。なんか動画言ったんだよ、鬼滅の刃ネタバレでさ。なんかこれ、さよならって。ねえ、これ、ねえ。俺も怪しいとこだよね。なんかあの親方様とかさ、あいつが絶対親玉だと思うんだもん、あんな、なんか、うん、
あいつは絶対は悪者だと思った俺、親方様のこと、うん、これ無惨、鬼仏寺無惨、鬼仏寺無惨は、うん、これえ、こんなんだったっけ、こんなんなったんだ今、今こんなんだよ、皆殺し、あ、鬼仏寺無惨が柱を殺したってこと、相手にならない、いやいやめっちゃなんかどうとか心がなんかなくなってなかった今ね、ほら、殺されてこれ誰が殺されてるのこれ、親方様教えない、分かんないね、皆殺しいや皆殺ししてるけど、これ皆殺しだよ全員、全員じゃあワンピースだったの今、カイドウ、カイドウ今俺ね漫画でなんか牢屋に捕らえたやつがなんかなんだっけビッグマムとビッグマあのカイドウの2番手みたいなの戦ってボロクソを負けた2番手のやつがビッグマム、これがおでん、あ、これおでんなんだ、これおでん出てきた、俺おでん出てきた、これはデンジロー、誰デンジローってデンジロー、違う、デンジローじゃないのってゾロの師匠かも、え、ゾロの師匠なの、デンジローってデンジロー、なんで、繋がりあんのってやって、ゾロとこの魔の国って分かんないけど、天次郎だよ、だもう街道編も長い、街道のやつも長そうだよね、ドレスローザ編とかクソ長かったじゃん、だってなんかつまんなすぎたよね、長くても嫌になったもん、ドレスローザとか、デリジョ、いや呼ばないよ、面白いわ、あジャンプやられ面白いの最近、鬼滅刃とワンピース以外だったら何が面白いの、ヒーローアカデミア、ああそれ新やっちょ昨日言ってたね、ヒーローアカデミア、俺が見ないっつ見てないっつったら人生損してるみたいでした、呪術廻戦、ヒーローアカデミアね知らないだろ、呪術廻戦で大体野田が面白いって言ったやつは面白いからね、これで呪術廻戦面白い、ね、呪術廻戦、あ、呪術廻戦ってそういう漫画があるの、呪術廻戦、そう、これ面白い、面白い、これ上の方にある、上の方に、上の方にある、あ、じゃあ面白いのある、これがナルトの新しい作者の新作、あ、ナルトのやつなんだ、うん、その呪術廻戦一番後ろにある人気な作者ねえ、ないないクソマンガスリー、うん、これ終わるよ、これ終わる、終わるでしょ、こんな後ろにいったらもうクソつまんない、終わるよこれ、うん、びっくりするぐらいクソつまんないよ、ありえへんぐらい、ジャンプって今いくらするのこれ、300円ぐらい、昔安かったじゃん、すごい300円ぐらい、300円だな、高いな、200円ぐらい書いてよ、当時200円の、うん、小学、俺が小学生の時毎週ジャンプさ、楽しみでさ、ドラゴンボールが連載されてる、なんでジャンプ読まないの今、うん、もうつまんないで、ドラゴンボールあったらもう見ないでしょ、だってね、お前らもドラゴンボールあったらさ、ジャンプ見なくなったよね、だそこでジャンプをやめてマガジンに行くんだよ、そうだ、俺はそこからマガジン買い始めた、マガジン、うん、でそこでジャンプ超えたじゃないか、マガジンが、うん、ドラゴンボール終わってね、うん、これはファブルだよ、ファブル、何それファブル、殺し屋の漫画知らないの、面白いの、面白い、うん、
ファブリーこいつがサイト何ですヤンマガヤングジャンプヤングマガこいつは最強なんだよ殺し屋めっちゃ強いの殺し屋マガジン何やんの今何あんだろうね俺が当時見てたのはあのサイコメトラエイジとかあと湘南純愛組とあと翔太の寿司とぶっこみのタクとあと何やったっけマガジン結構もう大体もうアニメ化しないんであんまドラマ化ばっかなんだよねマガジンの作品って、うん、これ毎日なんでこの班長っていうやつ班長面白いじゃん、うん、班長超面白いじゃん俺班長全巻買ってるよ俺、うん、あこれヤングマガジンなんだ班長ってはヤングマガジンなんだずっと散歩してるだけなんだよいやそうだからそっちなんだよでもそれ面白いなグルメね班長グルメだからグルメあそうカメレオン面白いねみどりさんカメレオン大好きだからねヤンキー漫画大体あれだからあの一緒にあの風呂行って風呂上がった後何読んでんのかなって見るとカメレオンしか読んでないからみどりさんマジカメレオン好きすぎだろうと思ってさみどりさんいっつだってさ俺がみどりさんと野田とかさサウナ行ってさ上がった後ね漫画、まあ、くつろぐじゃんで何見てんのかって言ったらもう2、3回言ったけど全部カメレオンしか読んでないからね、みどりさんカメレオン大好きなんだカメレオン見すぎなんだよ、まあ、でもカメレオン面白いけどねカメレオンめっちゃ面白いけど、うんうん、あー食ったー食ったー食いすぎたー石田が今コメント溢れてるらしいよかったじゃん。たくさんっす。コメントは溢れ返って。カメレオン続編やってないでしょ。やってんの今。やってないよ。何やってんの？カメレオン続編なんて。やってないでしょ。もう高校卒業したんだよ。いや分かんない。いや今続編カメレオン続編やってるって今。やってないよ。やってないよ。よ分かんないけど。カメレオン続編やってんの？やってるぞってこれ書いて。次書いてやってる。本当？どこでやってんの？連載どこでヤンマガヤングマガジンしかないもんねマガジンじゃないですだって普通の本当なの違う違う分かんないけど嘘だよカメラいやでも俺もそうだと思うけどぶっ込みのタクの続編はないでしょぶっ込みのタクぶっ込みのタクの続編は聞いたことあるあるのうんそれどこ情報なんだよ月刊マガジンやってるだって月刊マガジンあるのヤングマガジンの他に月額マガジンあるの月刊のあっやってんな加瀬敦史先生また書いてんの月刊の本当によかったやってらっしゃい月刊マガジンでやっててカメレオンだ月刊マガジンカメレオンで出てくるんじゃないクロアゲハっていうタイトルでやってらっしゃるそれカメレオンじゃないのカメレオンじゃないって違うじゃん加瀬敦史じゃないのって加瀬敦史先生だって世界観は同じだしだって世界観でじゃあどこで始まるの最後なんか矢沢永吉が大人なんかね子供がなんかバイクに乗って終わったじゃん矢沢永吉はねあのなんかショートカットの女と結婚して子供できたその子供が矢沢永吉のねあれだってこれ絵が違うやけどういうことこんなに描けんの加瀬敦史先生描けるんじゃない描けないこんなってなんか萌えみたいなこれ誰かと違うんじゃないのこれ同じ作者じゃないのか同じ作者これこんなのカメラオンじゃないじゃんこんなのこんなに描けたっけ女の子こんな可愛い描けたっけ光だけですね。光が合わせたけど。うわ、矢沢で矢沢。
違う人だって。これ加瀬勝志先生じゃないでしょ。これどうなのこれ。これ面白いのこれ。何カメレオン。それ黒アゲハ。いやいや、それは分かる。見たことないもん。黒アゲハ。なんで黒アゲハじゃん。加瀬勝志でいいじゃん。黒アゲハ。ジゴロ。あ、松岡出てくんだ。あれでしょ、あの永吉の射程でしょ。7年後だって。7年後？社会人ってことじゃん。高校、高校がだから、まあ社会人7年後を描いてるとへぇ主人公がおかまなんだって。どういうこと？かあの、矢沢平気じゃないよ。おかまだよ。意味わかんないんだけど。でもあれ面白かったよな、こっちがカメレオン。いやあれよ、本当はカメレオンやばいよね、本当に。なんであんな面白いのカメレオンって。面白いのかな。いやこれはわかんないけど、カメレオンは相当面白かったよ、あれ。もう爆笑したもん俺、毎回。フロア下ネタ、下ネタのやつ超面白すぎでしょ。なんかあのハゲのさ、シーダだっけ、シーダがなんかあのハゲだから、そこになんかね、なんか変な液体がついて気筒を荒らしてる、笑ったもん、あの時俺。なんかシーダがなんか爆笑したのな、あの時。まあ見てみないと分かんないよね。どんな感じなのかな。人気なのかな。カメレオン面白いよ。ずっと言わんじゃん、もうあれ。うん、7年ってさ、高校卒業して7年ってもう、うん、だもう大人なんだよ、社会人なんだよ、社会人。社会人にもなってそんなヤンキーなんかやってんだよ。いや、知らないけど。でもさ、それ7年後の映像でしたら、なんか高校生のやつはじゃなかった。留年してんじゃねえの、多分。7年。トイレ行ってきてる。マガジンとかジャンプとか買ってるよ。だって立ち読みすればいい。立ち読みじゃん、もったいない買って。